アグリジェントの神殿の谷のテロンの墓と呼ばれる建築物テロンはアネシダムスの息子で紀元前488年から戦士としてアクラガスを支配した。2世紀の軍事シカポリアイヌスによるとテロンは神殿建設の技術者を雇用するために積み立ててあったアクラガスの公共資金を横領して自身を護衛する紙幣を雇い権力を掌握した。この兵力を使って 都市の政治を支配した。その後すぐに当時ゲラの選手で、紀元前485年から、シュラクサイの選手となるゲロンと同盟を結んだ。ゲロンは後にテロンの義理の息子となっている。テロンはセリノス及びヒメラの選手、テリルスと戦争を起こした。テリルリスは、ヒメラから追放され、義理の息子であったレギオンの選手、アナクラシスを通じて、カルタごとの同盟を求めた。 テロンはヒメラを占領したが、カルタゴからの遠征軍に包囲されてしまった。紀元前480年、テロンはゲロンの支援を受けて、ヒメラの場外でカルタゴとその同盟軍に決定的勝利を収めた。テロンの治世の間、アクラガスは、シュラクサイとセリヌスと共に一種の三党政治を行い、当時のシケリアのギリシア植民都市のほとんどを支配した。テロンは、 紀元前473年に死亡し、息子のトラッシダイオスが一時権力を引き継いだが、ゲロンの弟のヒエロン一世に敗れた。その後アクラガスは、シュラクサイの支配下に入った。同時代の詩人ピンダロスは、テロンが紀元前476年の古代オリンピックの戦車競技で勝利を称える縮小化を作っている。また詩人、モーニデースもテロンの宮廷で活動した。 ありがとうございます。